2013年世界陸上競技選手権大会第14回世界陸上競技選手権大会はロシアモスクワのルジニキスタジアムをメイン会場として2013年8月10日から18日までの日程で開催された206の国と地域から選手1974名、男子1106名、女子868名が参加し47種目、男子24、 女子23の競技が実施された。2007年3月にモンバサで開催された国際陸上競技連盟 IAA 理事会で下記の立候補都市の中からモスクワでの開催が決まった。2010年に不正スタートに関するルール変更があり、世界選手権は前回の2011年第13回大会から適用された。第回大会は不正スタートによって、 失格となる選手が続出した。この後、2012年ドンドンオリンピック前に IAF がルールを緩和することを認め、両手が地面から離れないか両足がスターティングブロックから離れない場合について、不正スタートとしなことを発表した。1997年の第6回大会から前回の第13回大会まで同時開催されたマラソンの国別対抗戦。 マラソンワールドカップは実施されない。この大会から IAF ダイヤモンドリーグのダイヤモンドレース優勝者にワイルドカードが与えられることになった。詳細は参加資格を参照。オリンピック世界選手権のメダリスト同年の IAF ダイヤモンドリーグで活躍する選手がそれぞれの理由によって大会前に不出場を表明あるいは出場しなかった。 ヨハン・ブレイクは、ハムストリングの怪我。デイビット・ルディシャは、右膝の怪我のため不出場を表明した。ブランカ・ブラシッチは、アキレス腱の痛みが再発したため不出場。ジェシカ・エニスは、アキレス腱の怪我のため欠場。アベル・キルイは、右すねの疲労骨折のために、ケニア代表争いから外れた。タウフィク・マフルーフィは、ウイルス感染の回復が遅れたために不出場。 タチアナ・チェルノワは、膝の怪我のため不出場。ロンドンオリンピック女子3000メートル SC 金メダリストの、ユリア・ザリポワは、大会前の練習中に障害に衝突し、踏切足の膝と足の付け根に怪我を負って欠場した。ロシアは、チェルノワやザリポワ以外に、ユーリー・ボルザコフスキーがインフルエンザを理由に、セルゲイ・キルジャプキンとオルガカニスキナは指導する。コーチによると、どこか腸が悪いとして、 ワレリー・ボルチンは、怪我を理由に、それぞれ大会直前になって、出場を取りやめた。ロンドンオリンピック女子3000メートル SC 銀メダリストの、ハビバグリビは、不出場。2013年 IAAF ダイヤモンドリーグ女子800メートルで3勝を挙げ、今季世界最高を記録しているフランシーヌ・ニオンサバは、不出場だった。ビビアン・チェルイオット、バルボラ・シュポタコバ、 妊娠、出産のためこの年に行われる大会に出場していない。サーニャ・リチャーズ・ロスは右足親指の怪我の影響で代表選考会の全米選手権で6位となり代表選出ならず。キャスター・セメンヤは参加標準記録 B を突破できず世界選手権に出場できかった。オスカー・ピストリウスは恋人の殺害事件の影響で同年に行われる。 大会への出場を取りやめている。ベロニカ・キャンベル・ブラウンは、同年5月のジャマイカ国際で行われた、ドーピング検査で、ドーピング隠蔽に利用する、利尿薬を検出し、6月に、暫定的な資格停止処分を受けた。7月、タイソンゲーが、同年5月のウサダ・全米アンチドーピング機構による抜き打ち検査で、禁止薬物の陽性反応を示したことが発表され、 この世界選手権に出場しなかった。アサファ・パウエルは、ドーピング検査で興奮剤のオキシロフリンを検出したことが発表され、この世界選手権に出場しなかった。ジャマイカは6月に女子400メートルのドミニク・ブレイクが6年間の資格停止処分を受け、7月にパウエル、セローン・シンプソンら短距離と円盤投げの選手5人が、禁止薬物の陽性反応を示したとが発表された。 ゲイ、パウエル、シンプソンらはいずれも、恋の摂取を否定している。トルコは、ロンドンオリンピック女子1500メートル金メダリストのアスリチャクル・アルプテキンが、生体パスポートによる検査で異常が見つかり、5月に暫定的な資格停止処分を受けた。6月に開かれた、ヨーロッパチーム選手権のドーピング検査で、アテネオリンピック男子ハンマー投げ銅メダリストのエスレフ、アパクラ8人が、 禁止薬物の陽性反応を示した。7月31日には、選手9人が筋肉増強剤のアナボリックステイロイド使用で2年間の資格停止処分を受けた。8月5日、トルコ陸上競技連盟は地中海競技大会で行われた尿検査で禁止薬物陽性反応を示した選手、ヨーロッパチーム選手権のアパクラ合わせて31人を2年間の資格停止処分とした。 IAF は8月8日に開かれた総会後に2015年1月1日以降初版の禁止薬物使用による資格停止期間を現行の2年から4年に延長することを発表した。8月10日午前9時30分に大会最初の種目女子円盤投げ予選が行われて第14回世界陸上競技選手権大会は始まった。 開催国ロシアが金7、銀4、銅6のメダルを獲得した。女子 20km 競歩をエレーナ・ラシュマノワが制してロシアは同種目7大会連続優勝となった。男女 20km 競歩は3大会連続優勝。エレーナ・イシンバエワをはじめ跳躍種目で3枚の金メダルを獲得した。金6、銀14、銅5を獲得したアメリカが2位。 メダル獲得枚数は3カ国中最多の25枚だった。アメリカは男子400メートルが10回目、男子110メートルハードルと男子4400メートルリレーが9回目の金メダル獲得、男子4400メートルリレーはヘルシンキ大会から5連覇を達成した。3位にジャマイカが続き、金6、銀2、同1を獲得した。ジャマイカは 大会史上初めて男女100メートル200メートル400メートルリレーの金メルを独占した。ウサイン・ボルトとシェリーアン・フレイザー・プライスは共に100メートル200メートル400メートルリレーの短距離3巻を達成した。ボルトは世界選手権通算8枚目の金メダルを獲得し、カール・ルイス、マイケル・ジョンソン、アリソン・フェリックスの最多獲得記録に並んだ。 フレーザー・プライスの女子100メートル、200メートル、400メートル、リレーの短距離三冠は、史上初の快挙であった。この大会で、世界記録は更新されなかった。大会記録は3種目で更新された。男子総高飛びは、ボーダン・ボンダレンコが、世界歴代3位体となる2メートル41を、記録し、ハビエル・ソトマヨルが、シュトットガルト大会で記録した2メートル40を、 更新した。女子ハンマー投げは、タチアナ・リセンコが世界歴代2位となる 78m80 を記録し、アニタ・ボダルチクがベルリン大会で記録した 77m96 を更新した。女子 400m リレーで、ジャマイカ、キャリー・ラッセル、ケロン、スチュワート、シラニー・カルバート、シェリーアン・フレイザー・プライスが41秒29を記録し大会記録を更新した。 従来の大会記録は、アメリカ合衆国、クリスティ・ケインズ、マリオン・ジョーンズ、インガー・ミラー、ゲール・ディバースが、アテネ大会で記録した41秒47だった。個人、団体合わせて17種目で前年に行われた、ロンドンオリンピックの金メダリストが優勝した。女子砲丸投げのバレリー・アダムスは、大阪大会から4大会連続優勝を飾った。 男子5000メートル1万メートルのモハメド・ファラーは、ケネニサベケレ以来2人目のオリンピック、世界選手権両方の男子長、距離2冠を達成した。女子3段トベは、カテリーニ・イバルグエンが優勝を飾り、コロンビアに世界選手権初の金メダルをもたらした。男子3段トベのテディタム号は18メートル04を記録して、史上3人目の18メートル、ジャンとなった。 メイン会場のルジニキスタジアムはモスクワクレムリンの南西に位置する。この大会に向けた改修が行われ、トラックはイタリアモンド、モンド社製のブルートラックとなった。同社製のトラックは1976年モントリオールオリンピック以降旧大会のオリンピックスタジアムに採用されており、ロンドンオリンピックスタジアムにも採用された。モンドは大会オフィシャルサプライヤーとして設備、 用具を提供した。聖子が大会オフィシャルタイマーとして掲示を担当し、タイム、距離、風速を計測した。ナショナルサプライヤーをモスクワのラジオ局マベトー・レイィオが務めた。スタジアムのトラック競技選手集合 BGM は ACE コンバットゼロのメインテーマ曲ゼロマラソンと競歩は3大会ぶりにメインスタジアムを発着点とする。 コース設定で実施された。マラソンコースは、ルジニキスタジアムを発着する市内周回コース。スタジアムをスタートして、公園内を進み、モスクワ川沿いのルシュネツカヤ通りへ出て、川沿いをクレムリン方向へ向こう。ルシュネツカヤ通りからフルンゼンスカヤ通りへと続き 6.25km 地点の救世主ハリストス大聖堂前で1回目の折り返しを迎えて、 川沿いに来た道を逆方向へ 3.75km 走ってベルナツコボ通りの高架橋付近まで戻る。ここで2度目の折り返しを迎え、川沿いのルシュネツカヤ通りフルンゼンスカヤ通りをクレムリン方向へ 5km 走る周回コースを周する。クレムリンの赤の広場入り口前に設置された周回コースの折り返し地点は 15km、25km、35km 地点の チェックポイントとなる4 0トル地点で周回を終え、公園内を走ってスタジアムへ戻ってゴールを迎える。競歩コースもルジニキスタジアムを発着する市内周回コース。スタジアムをスタートして公園内を進み、モスクワ川沿いのルシュネツカヤ通りへ出て川沿いを左折。川沿いに設けられた片道1トル一周2トルのコースを右回りに周回する。 集会を終えた選手はスタジアムへ帰りゴールを迎えるコース設定となる。大会ロゴのシルエットには女性の棒高飛び選手と協会のイメージが描かれている。オリンピックで2回金メダルを獲得し28回の世界記録を更新している地元ロシアの英雄であるエレン・イ・シンバエワがモデルと言われている。イ・シンバエワは2007年大阪大会以来3、 大会ぶり3回目の金メダル獲得を果たし、地元の大きな期待に応えた。大会マスコットキャラクターはスズメをモチーフにしたルンポ。TDK、トヨタ、アディナス、キャノン、聖光、サイノペック、VTP が IAAF の大会オフィシャルパートナーを務める。大会では、個人とリレー種目は8位までの選手、入賞者及びチームに対してそれぞれ賞金が贈られる。 賞金総額は719万 4000US ドル。また、各種目の世界新記録を受立した選手に対して、TDK、トヨタから10万 US ドルの賞金が送られる。IAAF が発表した各種目の賞金額は、以下を参照。IAAF が発表した大会規約によると、参加標準記録の有効期間は一部種目を除き、 2012年10月1日から2013年7月29日、中央ヨーロッパ時間までとなる。1万メートル、マラソン、混成競技、競歩、リレーは2012年1月1日から2013年7月29日、動画有効期間となる。各国、各地域は種目ごとに、A 標準突破選手を4名までエントリーができ、最大3名まで出場可能。 このエントリー4、出場3の枠に B 標準突破選手を最大1名まで含めることができる。2012から2013年に行われたヨーロッパ選手権やアジア選手権など大陸選手権のマラソンを除く個人種目優勝者には参加標準記録を問わず標準記録 A 突破と同等の参加資格が与えられる。全種目で A と B いずれも突破者のいない国は 特例として男女どちらか1名ずつの参加が許される。リレーは最大6名までエントリー可能。マラソンは最大7名までエントリー。このうち5名が出場ができる。開催国、ロシアは参加資格を問わずに各種目最低1名の選手が出場できる。また IAF から前回大会2011年世界選手権優勝者と 前年の IAF ダイヤモンドリーグにおけるダイヤモンドレース優勝者に各国の出場枠に関係なく特別出場枠、ワイルドカードが預かられる。ただし両者が同じ国籍の場合は片方にだけ権利が与えられる。ジュニア選手はマラソンと 50km 競歩に、ユース選手は男子投て競技、十種競技、1万 m マラソン競歩に参加できない。 2013年12月31日までに16歳に達しない選手は参加資格が与えられない。2009-2011-2013-2015-2017万2009-2011-2013-2015-2017日本の TBS がオフィシャルブロードキャスターを務めた。日本では TBS テレビの制作により地上波の TBS 系列 BSTBS CS の TBS チャンネルに無料放送扱いで放送された。ロシア国内では全ロシア国営テレビ、ラジオ放送会社がホストブロードキャスターを担当。トラック競技はロシア1、フィールド競技はロシア2で放映された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。